皆さんこんばんは。おうちから日本を元気に OUC48 の横山由依です。はい、ということで今日はすごくたくさん、あれ私のやつまだかな。あ、始まりましたね。チャットどうやって見るんやっけな。あ、ちょっと、あ、ありました、ありました。あ、すいません。はい、ということで、今日はですね、インターナショナルスペシャルということで、ちょっと英語を話してみたんですけれども、今日のなんやろなコラムは、あれ、海外とかに行くと、まあ今日で言うとタイ、バンコクのチャープランが来てくれるので、まあ、タイに行くときに、まあ、飛行機乗って行くじゃないですか。で、そしたら、こっち例えばね、日本を12時に出たら、タイに着いたときはもう日本時間で言うと、まあ、18時なんですよ。でも向こう行ったらまだ16時っていうことで、2時間結構得したなみたいな気分になるじゃないですか。そう、だから時差って結構なんか得したなって思うんですけど、私的に。ただこう帰国したらまた元の2時間なんか戻ってるので、まあ一緒かみたいなことですね。ということで今日のなんやろなコラムは、時差って得した気分になるけど結局は戻っちゃうよねでした。横山由依のなんやろな。はい、始まりました。横山由依のなんやろな。この番組はメンバーやスタッフが考えたチャットを使った新ゲームを実際にやってみようという内容になっております。いつもは毎週火曜日の9時から配信しているんですけれども、今日はインターナショナルスペシャルということでゴールデンタイムに進出です。やったー、やったね。はい、早速ですけれども、今日のゲスト、スペシャルゲストの方々を順番にお呼びしたいと思います。まずは埼玉が生んだスーパースター、今や世界の伊豆田里奈ちゃんです。こんにちは。こんばんはかも。こんばんはやね。こんばんは、シジンホテル支配人の伊豆田里奈です。支配人ですね。タイ語で自己紹介をしてもいいですか？あ、お願いします。サワディーちゃん、伊豆里奈支配人もシジンホテルちゃん。おお、すごい、サワディーかー。そう。でもそう、今はサワディーかーじゃなくてサワディーちゃんっていうのに変えてるんですよ。あ、違うの？その BNK やった時と CGM の時と。そうなんですよ。そう、なんか BNK48 はまあ日本でいう東京じゃないですけど、バンコク、うんうんうん、だからなんかですますみたいな感じのところがかなんですけど、うんうん、今いる CGM48 は日本で、うん、まあ、北の方なんで北海道寄りになる位置でちゃんと方言があるので、方言があるんや。そう、かじゃなくてジャオっていうちょっとなんか柔らかな、ちょっと京都弁とかに近いイントネーションかもしれないです。なんか優しい、優しいんだ。そう、そういう感じです。はあ、あれ、これチャットどうやって見るやったっけ、ずいな。え、これ YouTube のですか？もう YouTube のやつ。チャットっていうのを押して、なんでリナのが知ってるの？チャットってどこにある？え、チャットってありますよ、もう。グッドと、マイグ、これね、グッドとノーグッドの横にあります。あった、ありがとう。ああ、タイでも方言あるんだねって書いてあるね。そうそう、あるんですよ。なるほど、いずれの、うん。それで今はもうその全部自己紹介とかも、その最後はカーじゃなくてジャオっていうのをつける、ちょっと変えてます。なるほど。伊豆井奈は2017年の6月からタイで活動して、もう丸3年になるっていう。はい。そう、あっという間で。今もタイにいるんやろ？そう、今もタイにいるんです。今もそのチェンマイってところに引っ越しもしたので、うんうん、去年の9月からこのチェンマイに住んでて、うん、でももうチェンマイとバンコクでも全然違いますよ、もう。なんか、あ、文化が違う？その文化が違ったりとか、なんか、ちょっとチェンマイの方がなんか おしとやかで、おし静かなイメージみたいな感じです。あ、そうなんや。バンコクが東京で、うん、チェンマイが北海道っていうぐらいの感じの違いさとかもあったりします。違うかな、自然がたくさんとか。自然がたくさんとか。そういうことね。そういうやつ。バンコクやとなんかビルとかがいっぱいあるけど、あ、そうですね、うん、あのチェンマイは結構なんか自然、そう、自然とかがあったり、森があったりとか、そういう感じです。はい。あ、そうなんや、面白いね、うん、タイどう？
でも、もう3年、結構あっという間で、でもどちらかというと、その支配人っていうポジションになってから、やっぱり喋ることがすごく増えたので、前よりも。だから、その CGM48 に移籍してからのがタイ語が上手になったねってファンの方に言ってもらうことが多いので、なるほどなんかやっね。ぱそのポジションがあるので、支配人ってい支う。配人って何してんの？でもこれ言うとすごいみんなにびっくりされるんですけど、なんか先、もうファーストシングルを出したばっかりなんですよ、CGM48 が。が、その NGT48 のマックスとき315号を、その CGM48 バージョンでやらせてもらったんですけど、それの時も選抜のメンバーを選んだりとか、センター決めたり、曲選んだりとか、全部稲がやったり。そう。だから、なんか日本の支配人って劇場支配人っていう名前だけど、もうこっね。ちはその劇場っていうのが使い、支配人っていうもポジションなんで、だじからゃあ、この秋仕元さんって事こは、と？そんなにすごい、そんな一緒にしたらもうダメですけど、すごだいからこの、ね。そう、このお仕事はどの子が合うかなっていうのを選んだりとか、マネージメン今さ、サイドのこともやるってことか。そうですね。なるほどね。すごいよ。マジで偉いもうねってコ全メン部やって、ト。すご全部い。やっそってかまそっす。か。お疲れそう。様です。今日はありがとう。ありがとうございます。よろしくお願いしよろしまくお願いします。では続いてのゲストを紹介します。BNK48 のキャプテン、人気、実力ともにナンバーワン、チャープランちゃんです。チャープラン。こんにちこは。んにちは。久しぶり。お久しぶりです。チャープラン、それはお家？うちです。あ、すごい。さやかソニックとかある。すげえが好そうきでやす。ねサニガソニック、スリーモードサニガさん。すいっぱいあごい、いっぱいグッズが。はります。初めてのこの辺、このくらい部屋、みんな。初めてお手部を出す屋を、の、そう。初めてなんや。すそうごです。い。ありがとうでや。チャプランは、あれ？こういう配信とかは、やるの？ BNK でもあるの？PNK コミライブ2枚。スペシあャる、ルオンいライン。ます。あるんや。あります。そこはい、からはやったこ Facebook。とがないってこと？うん、こ Facebook のぐのらい。ライブ。ああ、なるほどね。すごいね。チャプラも今はだから、バンコクにいるってことだよね。タイにいるバンもんコね。クです。はあ、ありがとう。ちょっとじゃあ、しょうもないゲームを一緒にやりはまい、しおょ願いします。う。します。ありがとう、チャプランちゃんです。やっでたは、続いー。て3人目のゲストです。メキシコで日本人といえば、この方、イリアマアンナちゃんです。アこんンニ。にちは。すごい。オラー。ほら。アンニ。IKB48 のイリアマンナです。よろしくお願いし お願いします。ます。アンニは今は日本にいるやん日な。本です。千葉あ、にいます。千葉にいますか。千葉。千葉にいます。今はおうち時間は何してる？なんかみんなと一緒だと思う。料理したり、掃除したり、本読んだり、配信系映画見たり、甥っ子と遊んだり。あ、甥っ子と遊んでるよな、めっちゃ。甥っ子とめっちゃ遊んでる。もう本当に可愛いんだ。幸ママ。せ、笑顔が出ちゃう、すごい。いいね。はかい、じわいいゃあ、の。アンニンもでも、はそい。ういうの久しぶりじゃない？久しぶり。なんか前回というか、この間、ストレッチ配信みたいなのは、ああ、やっ一た。回やったけど、こうやってすごい、なんかずっとおしゃべりでしょ、これ。ずっとおしゃべりする。ずっとおしゃべりは久しぶり、初めて。初。アンナ、メキシコの顔になってきたってコメントいが。や、一緒だよ。最初から濃いんだよ。じゃあ、アンニもよろしく。はい、よろしくお願いします。そして、あと2人のゲストを紹介したいと思います。この2人がいれば安心安全、大家志津香さんと宮崎美穂さんです。やっほあほー、よろしくお願いします。ー。元気？元気？こんばんは。こんばんは。しーちゃんとみゃおでしーちゃんとみゃおです。あ、みゃおさ、みゃおの YouTube お姉ちゃんが大好きでさ。マジ？そう。で、なんか韓国語のやつあったやん、勉強のやつ。あれすごい好きらしくて。本当ですおか？姉ちゃんも勉強するらしい、韓国語。
カムサハムニダ。今日はすごいね。ワールドインターナショナルですね。インターナショナル。YouTube 始めてさ、うん、もう YouTuber にこう、なんていうの、ごますってこうかなと思って、今日はあのフィッシャーズの T シャツ。ごますってるね。ごますってるけどね、本当に好きなんで着てます。そういうことね。で、日本代表って言えばやっぱしーちゃんですね。確かに私だけ？私だけでも。いや、日本代表だけど。そうそう、もう日本代表やけど、まあ、その韓国語もね、できるでしょ。しーちゃん、日本代表。日本一本で行ってますか。うん、おうち時間はちなみに何もしてないと思うけど何してる？よく分かったね。何もしてない、うん、今日も16時まで寝てたよ。マジで？すごい。私あれやった、あれ、あのピアスあげた家で。マジで？すごい。なんかこれ新しくあげたやつ。痛い？いや痛気持ちかったです。じゃあこんな感じのメンバーでやっていきたいと思います。インターナショナルスペシャルといってもやることはいつもと同じ笹谷ゲームです。マネージャーの笹谷ちゃんが考えてくれたゲームなんですけど、笹谷ちゃんは昨年の4月に入社した女性マネージャーさんです。ちなみに好きなタイ料理はガパオライスだそうです。ガパオ、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 ではガパオ、ガパオ、グラでは、ルーを説明。ガパオ。ガパオ、そうです。ガパオ。はい。では、ルールをご説明したいと思います。まず、出題者を1人決めます。その人は今、自分がいる部屋にあるものを1つ選んでください。残りの3人が回答者になって、順番に質問をしていきます。それは毎日使うものですかとか、それは片手で持てるものですかとか、何でも大丈夫です。最終的に、それが何か当てるというゲームです。じゃあ、いずりな、タイ語でお願いします。はい、では私、タイ語で翻訳したいと思います。ちょっと読みながらやりますね。はい。では、じゃあ、パサタイ、はい、なんか。ご、ご、コンゲーミー、ぬん、るあ、コン、たん、かんたん、ぬん、コン。OK、なんか、レオティソン、レオハイ、コン、レオハイ、コンなん、るあ、コン、ジー、ユー、かんない、ほん。ラオ、ぬん、チン。แล้วก็ให้คนที่เลือกเป็นคนที่คนตอบค่ะแล้วก็ต่อยถามคำถามไปทีละคนแล้วก็เช่นคนนั้นเป็นคนที่ใช้ทุกวันหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นเป็นคนที่ถือได้มือเดียวหรือเปล่าประมาณนี้แล้วสุดท้ายให้ตอบคำตอบว่าคืออะไรค่ะทุกคนเข้าใจไหมคะน่าจะเข้าใจนะคะน่าจะเข้าใจเอ๊ะโอเคโอเคโอเคですはいじゃあ行きたいと思います。じゃあまずはじゃあ私から言っていいですか。オッケー。はい、はい、じゃあいずりな質問お願いします。はい、大事だよこれ。それは、それは、は今日触りましたか。使いましたか。今日使ってないです。リナさんはワニシャイコンリルパーでは横山さんもがマイシャイか。うん。アンニン。それは、買い替えたりしますか。ああ、買い替えないです。買い替えないかな。基本的に長く使えると思います。はい。はい、しーちゃん。基本的に長く使える？温度が変わりますか？あ、すごいいい質問かも、それ。え？なんか、それ自体の温、いや、難しいな。あ、分かっちゃったもん。温度を変えるものと共に使うかもしれないです。あ、これも大ヒント。温度を変えるものと一緒に使う。そう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 。はい、ミャオ。温度を変えるものと一緒に使う？え、何？毛深いですか？いや、もう、当てる気ないや。毛深くないです。え、毛生えてますか？生えてないです。ツルツル？
もう質問1個までやからな、みょじゃあ、チャープラン。へぇ。ハマラディ。ก็ตอนนี้มีคำถามที่ไม่ค่อยใช้ไม่ได้ใช้วันนี้ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ต้องซื้อใช่ไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยแล้วก็มันคนที่ใช้เครื่องไม่ใช่คนที่ใช้เปลี่ยนองศาเปลี่ยนอุณหภูมิใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่มีคนไม่มีคนนั่งกับช็อตตุ๊กตุ๊กมาตั้งยากมาก朝とか夜とか使ってますか？はい、ああ、うん、時間ね。時間ね。うんうん。朝にも使うし、昼に使うこともあるし、夜に使うこともある。ええー？朝使いたの。うん。使いたいもんな。うん。じゃあラストクエスチョンはどうしようかな。じゃあイズリナ。それは音が出ますか？出ないです。出ない？全然わかんなくなっちゃった。はい、じゃあ音出ると思ってたんだけど。私当たると思うな。嘘。じゃあこれはチャットの皆さんもお答えいただきたいですし、メンバーのみんなも考えてください。今日使っていないです。買い替えたりはしない。長く使えます。温度を変えるものと一緒に使います。毛深くはない。朝昼晩いつでも使う。音は出ないです。あ、わかった。音は出ないって自発的に出ないってことですか？鳴らそうと思えばなりますよね。ちょっと待って、まあ、なんか全く出ない。全く出ない。なんてやろ、むずい、めっちゃそれ。何それ。そこでも絶対当たってると思う、私。自発的には出ないねんけど、例えば叩いたりしたら出るよ、もちろん。あ、オッケー、じゃあ、オッケー。できた。これはね、チャットには答えないですね。いや、もうこれね、わかった。わかった？どう？これめっちゃ難しいって書いてある。あ、チャット、私と同じ答えの人結構おるんやけど。嘘。じゃあ合ってないかもね。じゃあ違うかな、私。でもなんか、ジャンルとしては近いっていうのがあるかも。どうかな、わかりました、皆さん。書いた。書いたけど。よく書いた。サプラン書いた？やんれやん。はいはい。はい。書けた。OK。じゃあ、せーので見せてください。はい、せーの。空気清浄機、マグカップ、フライパン、エアコンのリモコン、コールドホットパック。あー、ブーゆいちゃんいつもトリッキーなの出してくるよね。そう、ちょっと難しいかも。出します。正解はこれです。何ですか？やかんなよ。土鍋。難しい。ご飯を炊く用の土鍋でした。難しい。これ難しい。どんなのマネージャーさんが、マネージャーさんが分かるかってコメントしてたよ。確かに。確かに。はい。じゃあ次は、じゃあ、アンニー。はい。アンニー。はい。じゃあ、いずりの質問お願いします。はい。それはアンニーから見て、可愛いなって思うものですか？あー、うん、思います。おー。うん。でもあんま人はこれに感情を持たないかもしれない。え？アンニー、ルースパーコンなんて、ナラク。うんうんうん。じゃあ、はい、シーちゃん。100均で買えますか？私は見たことないかな。ไต่ลานเราเองไม่มีเมียวちょっと手で表してもらっていいですか？それはこれを使う時の動作ですか？それともこのものの形とかですか？あー、じゃあ使う時の動作してください。やばい。
あんま、あんま動くと絶対分かっちゃうんで、うん、ちょっとでも、これなら分かんないと思う。ええ、でもこんな感じかな。トンティシャイタンタベミ。ああ、なるほどね。こんな感じです。かわいい。あのね。わかったかも。あ、チャプラ。ミカンパーね。サイ、ティゴアマイ、頭の。頭につけますか？つけたりしますか？つけません。マイト。え？メシャイ。これわかったぞ。はいはいはい。じゃあ 私行きます。はい、種類がたくさんありますか？うん、あります。はいはい。よかったわ。じゃあ、ミャオちょっとラストクエスチョンして。出たことありますか？出たこと？で、あ、幅広く言ったらあります。え？どういうこと？出たこと？多分ミャオさんは分かってて質問してるのかなっていう感じですね、これだと。うん。うん。なるほどね。そう、幅広く言ったら出たことあります。え？あるだい。え？外？え？何？外？じゃあ、考えてください。アンニンから見て可愛いけど、他の人はあまり感情を持たない。アンニンは100円ショップでは見たことない。動作はなんかこんな感じ？うん、こんな感じです。頭にはつけない。種類はたくさんある。幅広く言うと出たことがあるってことです。はい、何？マジで全くわからん。チャット、あ、なんか、シャニそうだな。惜しいのがチャットに結構ありますけど、今私、え、どうだろう。今私がパッと見てるコメントには、ちゃんとした正解はないかな。わかった、わかった、わかった。いや、絶対これやと思うけどな。あ、でもあるある、ありますね。出たことある？あ、変えよう。みんなチャープラに言って。ก็อันแรกคืออันนี้รู้สึกว่าน่ารักแต่ว่าของอื่นๆว่าไม่มีอะไรรู้สึกแล้วทำตาเป็นแบบนี้แล้วก็ในร้านมันลอยเอ็นช็อกก็ไม่มีไม่มีแล้วชนิดเยอะแล้วก็มีหลายชนิดแต่ว่าสุดท้ายเคยออกอันนี้เดียวกับไม่รู้ออกไปข้างนอกได้ด้วยออกไปเดินใช่ใช่マジでわからんこれはチャットに土鍋って書いてる人がいるんだけど土鍋かぶりあるこういうことはあんにどうだそうこうやって飲むかなと土鍋種類たくさんある難しい、うん、いずれな変わんないね本当ですかな、うん、変わんない安心する本当ですか全然変わりちょっと大人になりました何歳今24ですよ。え若っ24か。今年25です。でも、アンニーと同い年ですもん。同い年です。へぇー。アンニー、今っぽ。よく言われます。え、なんか、イズリナがさ、木村拓哉さんの娘に似てるっていう。ね、やめてくださいよ、それ。コミさん。みんな言ってるよ。で、大家さんが言うんですよ、最初に言ってきて。もう、そんなもう、大きなお世辞を思うと思って、もうガチなトーンで言ってきて。ウッチーも言ってた、ウッチー。ガチなトーンだよ。なんかそのなんか結構言われた先輩が大家さんと内田さんと小林香奈さんっていうなんかいじってきそうな先輩だからいやもうそうだって言ってるんですけど似てないです似てるわなんかここみちゃんもフォローしてるしずりなもフォローしてるからさ自撮りが出てきた時にあここみちゃん更新しとるわと思ったらいずりなってなんでそのでその残念な感じで寄せんなよ寄せてんじゃないよ寄せてんない寄せてんじゃない かけたかな書けました書けましたはいじゃあせーので見せましょう、はい、チャプラ大丈夫わからないですあわからないわかんなくてもなんかっていや厳しい厳しいいやあらいかないわかんなくても書かないダメだよこういう番組はねやるやん。はい。今書いてるって。OK。今書いてる。ありがとう。書けました？やるやん。うん。じゃあせーので見せましょう。せーの。する。縄跳び本、トイレで読む新聞、ハテナ、フランスのパンフレット。フランス？正解は。はい。
本です。やったー、本だ。本なんだよ、そんなにいいんだ。確かに、しんちゃん新聞って漢字違くないですか？新聞漢字違うよな。え、漢字ないの？新しい、新しい、新しい、これら親じ、親みたいな。親聞く親聞く親聞く、もうやめた方がいいよ、もっとやめた方がいいよ、そういうおバカキャラみたいなの。もう古いよ、もう古い、古い、終わったんだよ。パボの時代は終わったんだよ、もう。ヘキタの時代は終わったよ。はい、ということで本、はい、本でした。その本面白そう。何それ？面白いです。翻訳できない世界の言葉っていう本、絵本かな。でもなんかちょっと遠目で見せるとこんな感じの、なんかそれ、例えば日本で言うとどういう言葉翻訳できる？日本語だとわびさびとか、ああ、こもれび、こもれびとか、こもれびいいのや、こもれびって。そう、あともう一個なんかあったな、でもなんかそんな感じです。むずいね。あ、ボケット、ボケットするって言うじゃないですか、日本語で。ボケットするとき、うん。あれは日本らしい独特の言い回しらしいです。なんて言うの、じゃあ、そのもし、言わないだから、ボーっとしてるねって言おうとしたら。何も考えてないとか。あ、何も考えてない。すごいきつい言葉だね。何も考えてない時間に対しても名前をつけるぐらい、なんか日本人は時間を大切にするんだね、みたいな。ニュアンス。って書いてありました。確かに、ぼーっとしてるのって何も悪くないのに、ぼーっとしてるって名前つけられるんだもんね。確かに。面白い。です。面白い方よ。じゃあ、次は、インテネーションかな。いずりな。はい。はい。わあ。じゃあ、ミオお願いします。なんだろう。何自分の銅像ですか？違います。なんでですか？違う。なんか自己主張激しそうだから、なんか自分のですか？あ、何ですか？自分のですか？自分が映ってる何かですか？自分にまつわります。ほら、もうヤンさんやだもん。まつわるんだ。じゃあチャープラン。ムアキーが根気よかぶりな。うん。根気よかぶりな。はい。イェーイ。よしよしよしよ。リナ、プンチャイバイルパー。シャイ、うん、シャイ。最近使いましたか？最近使いました。最近使った。最近使った。じゃあ、シーちゃん。プンチャイ、プンチャイ。布製ですか？違います。え？あ、違うんだ。自分にまつわるものだ。マシャイパーハ。アンニそれはキッチンで使いますか？使わないです。え、自分にまつわるものキッチンでやるの？マシャイさんじゃないですか？マシャイさん小さい子は、はい、大きさはどれくらいですか？大きさはこれくらい？あ、大きい、結構。え、大きめ？結構大きいかも、うん。下の手が見えへんけど、どれくらい？うん、え、銅像じゃないの？銅像が、なんか、たぶん、A4 よりは、A4 よりは大きい。A4 の紙のサイズとかより大きい。大丈夫だ、AC。AC、やいこは AC。自分にまつわるもの？あ、じゃあ、最後の質問、C ちゃん。自分にまつわるもの？自分のその顔写真とかが載ってるものですか？うん、はい。ほら、銅像じゃん。銅像じゃない。どういうこと？見るこれなどい。え、なになに、マジなに？じゃあ、考えてください。いずりなにまつわるもの、最近使った布製ではない、キッチンでは使わない、大きさは A4 の用紙よりは大きい、いずりなの顔写真が載っているもの。 A4 より大きくて自分の顔写真が載ってるって何？マジで。どういうことじゃん。ペパサタイナがコンチーコンギアガプリナラヤプンチャイションナショニー。わかった、
わかった。パーラゴーマイトンシャイティーコンクワイ。わかったかも。ラゴーミルコンディナドウェイ。使うって何？あ、あ、そうか、使うのか。当たってる人いないんですけど。あ、いる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 。こっち特等に。え、めっちゃ当たってる人結構いますよ。嘘。はあ、なんで分かる？絶対そうだもん。合ってるかな、私。どうだろう。私の言葉もめっちゃヒントでしたよ。あの、そう、ミャオさんのやすごい上手。え、ミャオのどれ？私がさ、いろいろ最初に質問したじゃん。うん、それすごい。あれがもうほぼほぼ答えだよ。え、どうぞ。どうぞ。うん。どうぞ。本当まさかミャオさんに来ると思わなかったです。その初っ端から。ほら。ああ。写真がめっちゃ出てないんだ。当たってる人本当にめちゃめちゃいます。A4 より大きくて顔写真。でも使うんだよね。使うんだよね。使う使う。使ったもん。じゃあこれでいいや。これにしとこうこのまま。はい。はい、書けました。チャプラン、キャンルイアン。うんふん。キャンルイアン。そう。はいはい。OK。OK に書けたみたいです。皆さん書けました？はい。はい。はい。しーちゃんも OK。うん。はい。じゃあ、せーので出しましょう。せーの。じゃん。石像、ミラー、グッズの壁掛け、うちは CGM のポスター。これ待って、横山さんがもう近いから正解で、横山さん正解やった。え、近い、ポスターって正解は、じゃじゃーん、イズリラの総選挙の今年の総選挙のポスターです。何に使うの？でもほんとつい最近に CGM48 と BNK48 の総選挙があって、その時に使ったんで、最近使った。うん、何やった、イズリラ30位です。去年からは下がっちゃったんですけど、30位にランクインしました。当選やってるね。おめでとう。そのポスターです。すごいね。本当にミャオさんから一発目でも自分にまとめてから、わ、もうバレた。マジ自分好きや。見てもらいたかったんですよ、皆さんに。これをかわいい。どういうテーマ？このテーマは2人いるじゃないですか、イズリナが、うんうん、この上はアイドルのイズリナだけど、下は支配人のイズリナだよっていう。なんで笑うんですか？支配人の顔を持ってるね。支配人のイメージ。そういうことです。だからちょっと、まあ、かわいらしいぶりっ子系な顔をして、3000人以上見てますよ。険しめな、なんか支配人ですっていう強めな顔をしてっていう。支配人のイメージの表情はなんか、ロブクはなんか、あれなん、空手みたいな服着てるよね。違う。なんかもう、あの、ボーギー、違う。ボーギーっぽい。デフみたいな。違いますよ。こっちは普通その、ファーストシングルの選抜の衣装なんですけど、うん、こっちは、そう、わかる。そのチェンマイの人が着る、チェンマイ のなんか、日本でいう着物じゃないですけど、そういう文化的な。あ、しっかりした。あ、そうなんだ。着てって感じです。民族衣装的なこと。民族衣装用にあそのチェンマイのバージョンを着てる。なるほど、はい、ポスターでした、選抜総選挙の。難しそうか。おめでとう、使ったが、うん、難しくね。じゃあ次はしーちゃん、うん、私しーちゃん行っていい？いいよ。じゃあみゃお願いします。え、質問？うん、質問。臭いですか？この質問やめて。この質問やめてよ。簡単くめんめん。あ、でも、まあ、好きじゃない人は好きじゃない匂いかもしれない。でも基本的に無臭だけど、うん、いい匂いではない。え？いいグリーン。メミクリーンタワーバンコンショー、タワーバンコンショー。何の？汚ね。小学生。ないずりな。それは食べれますか？食べられないです。おー、未来。え、食べれない。じゃあチャープラン。ねえ。食べれない。未来。レミクリーン。ของที่ใช้กับตัวหรือเปล่า体とかに使うものですか？
むず、体のために使うもの。シャイ。シャイだ。え？体のため？アンニン。それは、うん、運動するときに使いますか？運動するときに使います。こんなとき、おっかなんかいごシャイロイ。じゃあ、はい。はい。みんな持ってますか？みんな持ってないと思います。わしはどこみ？なるほど。じゃあもう一個。じゃあ、アンニ。え？私は持ってますか？いや、わかんないけど、イメージはないかな。アンニ、なじゃめみ。難しい。じゃあちょっと考えていきますか。結構持ってくる、基本的に無臭だけどいい匂いじゃない、うん、食べられない、体のために使うもの、運動するときに使うもの、みんなは持ってないと思う、安人は持ってなさそう。あれ、ふめこい、ไม่มีอะไรไรีนะว่าไม่มีกินไม่ใช่ว่าหอมมือชื่ออันเดียวเนี่ยแต่บางทีห้องมือชื่อไม่ได้มือชื่อส่วนใหญ่ไม่มีกินเออกินไม่ได้แล้วก็ใช้ตัวได้อ่ะ大きさ聞けばよかったเนี่ย私も思ったな間違えた最後の質問ちいちゃん大きさ大きさなんかでかそう、大きそうだって。なんかどんな時間かかってる。全然わからない。え、体のために使う？なんだろう。いやでもあれかなって思うのはあるねん。嘘。え、私持ってるよな、しーちゃん多分。ん？あ、持ってそう、持ってそう。持ってるよな。わからんけど、わからんけど持ってそう。うん。え、わかんない。でも、わかんないけど持ってるね。だからわかんないってことは、わかんない。その確実ではない。ゆうはんが SNS とかに載せてるってわけではないから。いや、見てないかもしれへん。いや、見てないけど、イメージ的には持ってそう。チャットは。わかったかも。だから、これかっていうのはわかるけど、名前がわかんない。ああ、私も名前わかんないです。チャープランわかる？わかんないでも難しいよねこれ。いや難しい。いやまあダオレオはダオダオ。あチャットにないかも。近いやつあああるな。ないコメントメミ。あしーちゃん前髪にゴミついてない？前髪伸びた。前髪にゴミついてない？あついてない。ゴミ？あ取れた取れた。何のやり取り？これしか思い浮かばない。何のやり取りじゃない。気になっちゃった。一人だけだね。はい、じゃあ、はい、かけた？かけた。かけた。かけました。アンニンかけたかな？はい、行きます。じゃあ、イズナも OK。OK です。はい、じゃあせーので出しましょう。せーの。はい、ヨガマット。あ、なんかボツボツのやつ、ストレッチポール、コールドスプレー、ストレッチポール。ヨガマット、ヨガマット。あー、違います。難しい。正解は？正解は？ダンベル。そっちか。そっち？すごい。確かに食べられない。めっちゃ大きいな。でっかえ、待って、それ持ってんの？それ何キロ？これ何キロ？何キロ？10までつけれるかな？あ、変えれる、変えれる系。すごいな。すごい。私もあります。あ、普通、パカティこれなんかゆいちゃん持ってるかなと思ったけど。すごい。あと逆に私持ってます。みんなやっぱその横山さんとチャプラン同じ感じのやつ。そうそう、1キロ。あ、こう、ゆいちゃんのはさ、それ、人参でしょ？人参？あ、本当だ。横山さんのキャノン。嘘つくなよ。人参持ってこないで。ねえ、みゃおやめてマジで。
ロの人参。重めっちゃ栄養いっぱい。はい、じゃあ次はえラストチャープランスト。はい、私はチャープラン。あ、ミャオか。ミャオ。ミャオ、ミャオ。じゃあミャオいきますね。うん。じゃあアンに質問お願いします。それは韓国と関係がありますか？ないです。ヘギアガプカミ。マジ絶対変なの出してくるんだよ、ミャオ。いずれな。え、今回マジちょっと本当に普通だし、やっぱチャープランもよく馴染みがあるものだと思うよ。チャープランも馴染みじゃない？今、まあ、近くにありますか？近くにあるものですか？もう自分のすぐ近くにあるようなものですか？いやだからこの番組に出るからもう今すぐ撮れるように持ってきたけど、うん、本来だったらまあそうだね、あの南の島に。あえ？何ですか？南の島。パパがって今いないよ、たぶんに。南の島に。いや、わかんない。南の島え、じゃあ、チャプラン。大きいですか？あ、どのくらい？まあ、物によるけど、一般的なものは、แล้วแต่แล้วแต่คนว่าใหญ่ว่าเล็กจะว่าอีกว่าปักส่วนใหญ่เป็นแบบนี้คู่เอ๊ะどれどれ長い本当にわかんない。長いものですね。じゃあ何？あと？あ、違うか。私もした。しんちゃん。それはもともと食べられますか？はい、もう食べる以外の選択肢ないですね。分かった。本気。分かったかも。はいはい。うん、黄色ですか？シルアンマイハ。そう、まあそうだ、あの、いい時には。うん、分かった。キーディティスシルアン。いずれだ。絶対。質問。それはどれくらい好きですか、ミャオさんは。私？うん。あんまり好きじゃないね。で、ミャオさん、マイコイショー。いいときは黄色って何？どっちだろう？ 2 個ある今、リナの中で。あ、でも確かに2個あるかも。2個ありません？え、そう。で、その、今でも、だからその今、その質問したんですよ。どっち、なんか好きですかって、2個あるから、その中でどっちかって結構分かれるんですよ、うん、こっちは好きだけどこっちは好きじゃないみたいな。ああ、そう。でもしーちゃんはね、好きだと思う。きまおやさん、勝負。はいはい、しーちゃんよく食べてるよな。せやな。ああ、分かった分かった分かった。おやさん、きんぱ。マジで分からんだけど、私がちょっと考えてください。チャットの方もお願いします。韓国とは関係ありません。本来は南の島にあります。うん、大きさはこれくらいです、うん。食べる以外の選択肢はないです。うん、いいときは黄色。ミャオはあんまり好きじゃないけど、シーちゃんはよく食べてる。はあ、マジでわからん。私よく食べてるものってある？うん、あ、いずれ訳し翻訳お願いします。はい。ไม่เกี่ยวกับเกาหลีแล้วถ้าปกติมีที่กัดไทกัดไทของไทยก่อนใช่ใช่คันไตแล้วก็มันเป็นใยแบบนี้ใยขนาดนี้แล้วก็ก็ใช่ใช่แล้วก็ของกินเป็นของกินเป็นของกินแล้วก็ดีตอนที่ดีที่สุดเป็นสีเหลืองแล้วก็เมียวสามไม่ค่อยชอบแล้วก็โอยาสังกินบ่อยมากอ่ะうん、私がよく食べてるのに、わ、大家さんよく食べてて分かんない、見たことないもん。えー、いやでもなんかコメントいっぱいあるから。え、
コメントの中に結構答えありますか？うん。あ、ないないない。え？ない？ないコメント、ま意味、あ、み、あ、み、み、み。そんなこと言っちょっと言えないな。いいと思うけど。早くしてよ、もう質問の時間を待たない。え、どうしだろう。じゃあ考えてください。はい、本当にわからん。でももうストレートにあれってことやろ、みやろ。うん。今週シェルは。まあ、直感だね。でも、チャプランも好きだから。チャプランも好き。チャプラン好きだ。なんで知ってるの？チャプランですか？もう、わかるから。チャプラン、ルレノもチャプラン。チャプラン好きなもの書いてね。かなこれシャプランなぜキアンコンティー緊張なぜリコかなぁただけ適当うんシャプランが好きだったらこっちなんだけどそう今の質問ですごい逆に悩まされましたシャプランのこと知ってるから確かにねでもシャプランのことそんなに知ってるか分からない知ってる人から。絶対好き。じゃあどうして？絶対好き。分かった。じゃあこっち。かけました？はーい。じゃあ出しましょう。はい。せーの。パパイヤ、バナナ、ココナッツの殻、マンゴーです。正解は。バナナ、コキはマンゴー、マモアン。おー。全員不正解です。バナナしかないやん。そう最初マンゴーかなと思ったそのやっぱチャプランやっぱタイかなと思って。全員不正解。うん、正解はですね。はい、シュガースポットだらけのバナナっていうことで。絶対そういうことだよ。バナナやん。見てください。ね、シュガースポットとかね、うちみやろ。難しい。もう結構来てるんで、普通のバナナではないですよね。普通のバナナやろ。めっちゃ食えます。たまらん。あ、チャープランバナナ好きなん？ちょっと好き。ちょっとちょっと好きだから。ちょっと好きだよね。好きだよね。知ってました。完熟バナナね。ちーちゃんよく食べてない？バナナ。イメージでしょ。別バナナ好きじゃないんだけど。食べてるやん。食べてないよ。そうなんかさ、体作りの時に食べてるイメージある。ああ、バナナチップね。あ、バナナチップ。バナナチップ食べてる。違うか。そしたらじゃあ最後チャープラン。はい。チャープランと気になる何も。気になるような。じゃあミャオ質問してください。じゃあ色何色ですか？色あらいか。いろいろ色があります。いろんな色がある。でも私あるはなんか、オレンジ暗い。オレンジが一番面。でもいろいろ。いろいろある。いろいろ。おお、しーちゃん。このもの。うん、デザインもいろいろ。デザインもいろいろ。いろいろある。何？長く使ってますか？チャイナーマイ。うん。長く使ってる。長い。うん。何よ。長く使ってる。長く使ってる？犯人。洗面所で使うものですか。洗面所好きすぎやろ。キーランナーごしゃいめ。めいしゃ。使わない。なんだ。じゃあイズリナ。ディナーくいへんこんなんね。私は見たことない。ディナー見たことありますか。見たことないって。ディナーも見たことないって一緒にいる期間が長いけどディナーも見たことない。なるほど。家での時使ってます。家のもの？はい。はい。塗るものですか？ターン。うん。ティーターン。違う。違うです。チャープラン、ちょっと部屋に物が多すぎて分からない。何持ってきて？ない本見本言う。これ聞いてない。
何でもありそうやんな。じゃあ、しーちゃん、ラストクエスチョン。なんだろう。実用性があるものですか？シャイボーイ、マイシャイ、ワーシャイディー、コンティシャイディー。is basic。とってもなんかよく使うシャイボーイ。こんな時でも使う。シャイボーイだわ、ベコンティベーシック、まあ。よく使うけども本当にありきたりなもの。ありきたり。ありきたりなもの。お金。お金？お金？お金。お金？お金？お金？それ正解じゃん。答え？答え言った？いやでもリナも見たことないんですよだって。待って分かった。いやかめん。うん、なんかお金にまつわるものらしい。うんうん、あ、ねえ、はい。はい、リナも見たことないっていうやつはさ、その人生で見たことないってこと？それともそのチャプランが持ってるものを見たことない？そう、チャプランが持ってるものを多分見たことないんだと思う。人生では見たことあるでしょ？その、人生では、うん、あります。いや、答え知っとん。え、知らない、知らない。だって、あやさんが質問するから。聞いてよ、それはチャープランに。聞いてたってこと？違う、違う、あやさんに。何すぎるの？みんなに、みんなに質問したのかと思った。違う。チャープランに聞いてよ。あ、前じゃないんだよ。聞いてよ、チャープラン。あやさんに簡単は、リナ、クイヘン。ในคนนั้นในชีวิตที่น่าเคยเห็นไหมของนั้นไม่เคยเฮ้จริงเหรออืมที่น่าไม่เคยเห็นคนนั้นในชีวิตเนาะอืมไม่เกี่ยวกับคนชาปลันนะก็ไม่เคยเห็นอ่ะ多分あるかなあるโอเค見たことはあるでも多分なんだ多分あったわからないがイスリさん使ってますかえリナが使ってるかわからないうん、あ、え？メルリナ食い変。誰写真撮ったの？じゃい。なんかリナが使ったことあるか見たことあるかは私にもわからないって。なるほど。見たことあるでしょ。うん、ヒントヒント。いやもうヒントだ。いやもうヒントめっちゃめっちゃ。いっぱいヒントがあります。ヒントあるってみょう。お金にまつわるもの。え、でも大ヒントじゃない？わからへんけど。じゃあ振り返っていきますね。いろんな色がある。チャープランのオレンジです。長く使っている。洗面所では使わない。イズリナもチャープランが持っているところを多分見たことがない。塗るものではない。よく使う。ありきたりのもの。お金にまつわるもの。よく使う？あでもよく使うのか。難しい。まあいいや、わかんない。いや、私絶対当たったわ。なんか今音聞こえたもん。え？音するんですか？いや、音するよ。今聞こえた私。音？ほらもう笑ってるもん。もう絶対当たった。あ、じゃあ分かったかも。あ、変えよう。待って、ちょっと分かった。書いてます。え、待って。音関係ある？チャープラン。ミスやん、どうやめ？いや、今音出したよ、絶対。関係ある。なんかシェイクの時。ほら、もうシェイクとかで。え、当たった。絶対当たった。なるほど。優しいチャープラン、いい子。本当に当たった。わかんない。絶対当たってる。確かに。絶対見たことあるしね、しかも。私も絶対見たことあると思う。世間を誰も知らない女だと思う。じゃあ、書けましたか？はい、はい、じゃあ見せましょう。はい、いいかな。せーの、はい、あ、はい、あ、貯金箱、チャーハン。チャーハン。え、わかんないんだけど、あの鍋のさ、カパ、うん、チャーハン。はい、チャーハンを作る鍋。貯金箱。貯金箱。え、さやねえ。さやねえの。すごい。すごい。すごい。オレンジ。確かにオレンジ。空気感じゃん、空気感。空間なんか空間。ああ、だからオレンジってことね。懐かしい。懐かしい。あ、その場の空気が入って、こんな詐欺みたいな靴を。
その場の空気が入った箱をちゃんと買ってくれてるんだね。何数 A の？やば。え？多分だな。多分自分で買ったって。すごいね。開けますとか。金箱だったんだね、それって。確かに知らんかった。金箱。私マジでただ空気が入ってるだけのカンカン売ってるやと思った。いやでもそうやと思ってた。使えるんやね、よかった。でも必要性があったんだ。よな。絶対。うん？その空気抜けてない？こう、まあ、確かに穴あるもんね。穴開いてるよね。あれやそれ。みじんちいま、うちまいしゃガッパーオーシンな。ガッパーオーシン。ガッパーオーシン。じじんまいしゃいの。あ。本当は貯金箱じゃないと思うよ。つえー、って。かわいい。でも私は。あ、空気を楽しんだ後は貯金箱として使えるらしい。楽しむって何？匂いとかって。楽しむって何？マジ？こう浴びる浴びる。でもなんか夏の選挙の時のさ、なんかなんだっけ、渡辺真由のスピーチをした時の空気みたいな感じで売り出してたよね。売り出してなんかもうスタッフさんが集めてさ、どうやって集めて。やだ、こうやって集めたじゃないの。あれはやばい。チャープランはさ、うん、ど貯金はさどういう時にするの。うん、それ通ないシャイマンシャイタンガガプオムシン。うん、これシャイボーイ、シャイボーイ、シャイボーイよく使います、よく入れる。どういうタイミングで。いっぱい見せてくれる、すごい。見せてくれ中身、すごい、すごい。貯金ってさ、貯金箱っていつ入れていいか分からない、すごい。してる、分からないから、なんかヌバペンカポパンシン。なんか貯金箱だからもう気が向いた時にこれ入れてる。でもすぐ使えちゃいそう。確かにあるもんね、簡単に。ということで、はい、今日はこのメンバーでやってきたんですけれども、はい、いかがでしたでしょうか、チャットの皆さん。楽しい。楽しい。チャプランどうやった？ねえ、ちょっとわかんないけど、うん、でもオッケーです。オッケー。難しかったよね、絶対。難しい。やーの。やー。ポールめほえない。あんまり喋れない。あんまり喋れない。あんまり日本。つろいつろい。もうわかります。わかる。わかるけど、どう話すのがあんまり得意じゃない。うん。ねえ、聞き取れる。うん、難しいです。でもすごいじゃん。もう難しい。ということでやってきましたけれども、はい、楽しかった、楽しかったって。コメランが国際的でよかった。ああ、確かに。伊豆井の通訳もすごかったしね。いや、うん、ね、すごい。全然全然です。ペラペラ、まだまだ。本当ペラペラだね、イズリナ。どんな言うてですよ。簡単な言葉とか。どんな感じな、イズリナのその語学力ってどれくらいのレベルなの。確かに。でも、そんなことないですよ。シャプランキーワヤンガイ、パサタイコンリナ。パサタイリナ。ペラペラだ、なんか。ペラペラだ、なんか。ダイ。わかるし、話すこともできるって言ってくれて。いやもうなんかグラマーとかちょっとだけ、うん、たまにその言葉のつなぎ、文法が違ったりするぐらいで。でもすごいな、3年でそれはすごい、かっこいい。ありがとうございます。尊敬する。ありがとうございました。じゃあですね、今日の配信はアーカイブとして今後も見ることができますので、ぜひ高評価と番組の感想や今後やってほしいことなどコメントをお願いします。お願いします。はい、ということで、アンリーいかがでしたか？なんか久しぶりに人と喋った。楽しかった。前だけ。確かに。なんか楽しかった。ささたにゲーム楽しかった。よかったです。伊豆井の。また呼んで。またや。すごい楽しかった。もう一回またコラボとかできたらしたいなって思います。ぜひお願いします。お願いします。ちーちゃんどうやった？なんかこうリモートが増えて、リモートならではの良さを探そうみたいなさ、みんなやってるけどさ、結局会った方が一番いいなと思うけどさ、今日が一番なんかリモートならではで
よかった。なんかこういう風に使ったらいいんじゃないかなって思った。もっと。うん、確かに。ミャオは楽しかったです。本当に楽しくて、何以外の言葉がふさわしくないなって言うんで、やっぱり楽しいなって思いました。お、よかったです。じゃあチャプラン最後にお願いします。どうチャプラン、今日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。なんか楽しかったです。あとでなんかコラボレーションもあるかも。うん、いいかな。あ、今後ね、やったいコラボレーションがいい。またやろうね。日本語上手。うん、うん、本当に日本語が上手。じゃあイリアンちゃんも最後にスペインの人たちにやって。確かに。うん、見てるかも。何をやるんですか。ファンが。うん。ありがとう。感想。ほら、muchas gracias por haber ver nuestro video。はい。No sé qué hablar。Ya。ビデオ、わあすごい。見てくれてありがとうって言ったけど、あ、何喋っていいか分かんないです、終わりって終わらせちゃった。あるよね。ほら。すごい、なんか不思議。うん。ありがとうございました。ありがとうございます。カプンさん、タイコタリマドゥルナハ。タイの、そう、タイの皆さんも見に来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。それでは、バイバーイ。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 